こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。あ、これは梅麹ね。うん、そうだぜ。な、霊夢 C62 と B51 のボイラーの前面に注目してみてくれ。ナンバープレートのとこね。うん、どちらも黒いね。そうじゃなくて、C62 はエッジが丸くて B51 は角張っているだろ。あ、本当だ。C62 は R がついている。今日はこの違いについてだ。また細かいわね。それでは、ゆっくりしていってね。R をつけて空気抵抗を減らせるほど蒸気機関車は走行スピードは出ないよな。だから C55 の流線形は廃れたと以前説明していたね。だから、R はデザインのためのもので角張っていても機能的には問題ないと考えている。でも奇妙なことに C57、C59 の演出前面の R がスコッチで角張っているものがあるんだよ。意外な感じで面白いんじゃない？いや、不格好。まあ、断言しているわ。俺が初めて C57 を意識して撮影に出かけたのは昭和46年の亀山だ。東京にも名古屋にも C57 なくなっていたね。C57 って俺にはこの写真のようなイメージな。三宮線に C57 の客レがあってそれが目的だったんだ。期待して蔵の中で見た C57 がこれ110号機。ちょっと汚いね。汚いのは仕方ないけど、演出の断面が角張っているじゃんって。こんなの C57 じゃないぜ。他に C57 いないかと探したら、148号機がいた。おいおい、これも角張っているし、終焉装置もつけていてダメじゃん。重油タンクもあるね。演出扉なんかサビサビで俺もう本当にがっかりしたよ。その頃ならニーツ行けばよかったんだよ。でもシールドビームないし、デフも切り取られていないよね。でも俺の悲しさはわかるか？これって C57 じゃないぜ。それでも乗った三宮線の客レを引っ張る198号は断面が R でよかった。これもあまり綺麗じゃないね。C57 はボックス動輪で演出 R 付きでようやっと大好きなスポーク動輪の C55 と同じレベルだな。極めつけは横浜に来た7号機。楽しみに長い時間待って、カクカクの演出タイプ。がっかりだったぜ。その前に千葉で綺麗な1号機見たばかりだから、これはショックだったかもね。そして俺は国会図書館のライブラリーから昭和15年のこの本を見つけたんだ。何かわかるんじゃないかってな。D51 の14号機の写真が。うん。そしてこう書いてある。また従来の前板は開いたであったが、最近新製の D51、C57 形式では第140水のごとく丸みを伏している。なぜ丸みをつけたのかが解説されていない。ただ、演出とがを案形状していることについては、演出との外面が円弧状をしているのは、熱のために変形するのを防ぐのとその強さを増すためとである。ここで推測だが、この C62 の演出前面 R から演出との R ってほぼ同じになっている。技術的な統一性を持たせたとも言えないかな？つまり流れれるように R が続くわけね。強度を増すために R をつけた扉に合わせたものだとすると、なぜ国鉄だけなのか？海外の蒸気機関車には R がないんだよ。ちょっと海外のボイラーと演出部のおさらいをしてみるぜ。イギリスね。青い部分が演出で、黄色の部分がボイラーだ。その二つのパートがリベットで接合されているのね。演出の先端に太い輪がはめてありリベット止めされている。その前に扉があるわけだ。イギリスでも演出とは円弧状なんだな。演出は真空状態にしなくちゃならないから、演出とも頑丈かつ、機密漏れがないようにする。シンダーも溜まるし、雨も煙突から入ってくるよね。C57 はこの輪っかが R がついているわけね。流線形を除き俺が調べてこの部分に R を持たせているのは国鉄だけだ。そうすると後年ボイラー交換した時に何らかの理由でカクカクに変更したのかもね。鹿児島の127号は梅麹出身の核炭タイプ。7号、110号、127号、148号と中部機構よね。そうだぜ。それをヒントに全件を担当するのは高取工場だな。そして知ったんだ、演出の腐食のためカクカクに改造したことが分かった。すべて高取工場が実行した。丸いから腐食しやすいのか、丸い輪っかが高いからカクカクにしたのか、どちらなの？良い質問だけどわからない。C59 でもカクカク改造を高取工場がやっている。その後 C61、C62、最後に E10 が演出断面があるだね。それらすべて戦後生まれで、腐食問題も出なかったから、カクカク改造はされなかったんだろう。それに腐食が進む頃になると高取工場の受け持ち範囲にはもうなくなっていると思う。なるほどね。溶接でもって腐食部分の修正とかできるしね。昭和11年頃は世界的に流線形が人気になり、貨物機としての D51 も例外でなかった。D51 は二次形から吸水温め機を演出の上に乗せることで重量配分の改良を行い、演出の R 形状を捨てた。
でも旧客用蒸気の C57、C59 には採用が続き、戦後の C61、C62 にも採用された。高取工場の受け持ちの C59、C57 で演出の腐食対策として演出端の R を取る改造が問題機種に施された。カクカクの鹿児島127号は梅高地出身、横浜の7号機は聞いた鍋だから、移動で中部地方以外でも見られたわけね。そういうことだぜ。そして、この演出丸単面は国鉄しか見られない日本固有の処理であり、技術であるということだ。腐食に弱いという弱点があるのかもしれないけど、日本の蒸気の魅力を際立たせる重要な部分ね。よし、これでしまった。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。チャンネル登録ぜひお願いいたします。